こんにちは、深瀬小由美です。ドラクエビルダーズですね、本編が終わりましたので、ラダトームも再建したんですよ。クリアした後のご褒美タイムとして。でもそれを本編にねじ込むことはできなかったので、まあ、ついでにね、みんなに救ったよっていうお礼参りに行こうかなと思って、まあついでにね、どういう街作ってたかっていうのを見ながら、まあ最終的にはラダトームに到着したいかなっていう感じで、まずね、メルキド行こう、ゴーゴー。はい、やってまいりました、メルキド。セーブデータ見たら、2月の末かなが最終データだったよ。みんな久しぶり、わ、わ、懐かしい、わ、こんな街にしてたか。なるほど。いや、全員に話しかけはしないんだけど、まあ、とりあえず、ふんふんふん。ここが、みんなの女の子の部屋にしてたね。下は、男子部屋ということで、もう雑魚寝って感じだね。で、ここが、Y の部屋と。わー、うん。ここだけ見ると、シンプルながら、結構、あ、この赤い、ニュっていう U字のやつ。そういえば、ラダトームでも作れたな。作らなかったな。で、ラダトーム、まあ、ここもそうだけど、こういうご飯プレートのレシピがなくってさ、どこにも落ちてなくて、これ作りたかったんだけどな。ソファーもなかったよね。あ、こういう部屋か。まあ、シンプルだね。いいね。で、この木を。まあ、個人的にはキモい建設って思ってんだけど、その中には褒めてくださる方もいらっしゃって、まあ、個人的には結構好きだよ、この木。え？こっちからいけるね。二段ジャンプができる。そうだよね。メルキドって、125やば。HP めっちゃあんじゃん。ピリン。あ、ピリン。ピリン。ピリン話しかけるか。ピリン。作ったよ。ありがとう、二段。私、空があんなに明るいなんて知らなかった。これで洗濯物もすぐに乾きそう。お花もいっぱい育つだろうし。それに、それに。二度、用事が全部終わったら、私と二人でピクニックに行こう。ね。だから約束だよ。私妄想族なんで、妄想なんですけど、ラダトームでね、もうウニ丼の体が持たねえってなってたけど、まあ、最終的にはここに、ピリンのところに帰ってきて欲しいんだよね。命からがら帰ってきて、で、ピリンにだけは全部話して、二人でピクニックするという体で、この街を出て、書き置きだけ残して、もう新しい街に二人で行きますみたいな書き置きだけ残して、で、ひっそりと、四季を悟った猫さんのようにウニ丼は消えるっていう物語がいいなって、まあ、妄想ね、思ってんのよ。ピリーは、あんまり一緒にいられる時間ないけど、ウニ丼がね、みんなに死ぬとこ、消えるところ、見られたくないんだっていう話聞いて、分かったよって言ってくれそうじゃん。ね、ピリン。あと、まあ、私は記憶力がゴミなんですけど、なんかピリン以外に、帰ってきてからあれしようね、これしようね、みたいなこと言ってたキャラって、いたかなっていう。あ、結局は、ここに帰ってくるんじゃないのかな。暖炉もな、いいよな。で、ここ階段か。ここね、多分、うん、スコア出ないから、多分、部屋の手になってない。ってことでみんな利用してくれないって感じだよね。あ、何も、右も左もわからないまま、ここの、メルキド攻略してさ、でもやっぱり、基本をね、すごい教えてくれてるところだったよね。壁を丈夫にするのが大事だとか、部屋の、機能が大事だとか、ここで学んでてよかったなっていうのが、リムルダールで最初にご飯部屋、住人がご飯を作ってくれるっていう部屋を作れたのはよかったよね。てか、パンもあんじゃ、おしゃれ。うわー、すごいな。楽しいな。で、このクローゼットもね、ここでしか作れなかったよね。てか、マジで道が狭い。個人的にはね、このメルキドもすごくキモいなーって
思ってて、まあ、キモいと言いつつも、まあ、個人的にはね、好きなんだけど、整った建設も好きだけど、キモい建設も私はね、好きなのよ。いや、感じかな。ここね、これもね、それっぽいの作ったよね。花の庭園ね。やっぱりここでいろいろ基本を学ばせていただいて、それが後々生きた感じだよね。あ、よかった。まあ、床汚いなぁ。あれ、ここテーブルあったけど撤去したのかな？ここ焚き火の、あれなんだ。宝物の部屋ではないんだ。まあ、こんな感じかな？ここは。あんまり長い動画にするつもりもないから。で、ロッシー、ロロンドさんとかロッシーに話しかけたいな。ショーダとかね、雪の日さんもね。ありがとうね、あ、ロロンド。ご飯食べてた。ロッシー、ロッシー、ロッシーもう寝てる。あ、ちょ、ごめん、起こすか。あ、ちょっとここ。か、私も寝ちゃえばいいか。ちょっと寝るか。うわー、作ったね、この部屋も。はい、一旦、あ、もう寝づらいよ。一旦寝て、ロッシーにもね、話しかけておきたいよね。だって今ゴーレム作り頑張ってるんでしょ。まあ、このセーブデータではだいぶ前になっちゃうけど。あ、二人ちゃんとそこの部屋で寝とる。あ、キモい。この階段とか、なんか通路が狭いのもキモいな。ロッシー！あー、寝ぼけた顔で歩いてるじゃねえか。このね、憎まれ口もね、愛しいよね。うん。いや、ゴーレム作り頑張ってね。でもどうなんだろう、ゴーレム作るのって、行動とか、ある程度プログラミングできたりするのかな？前回の倒したゴーレムって、その人類の味方というよりは、この土地を守ろうみたいなプログラミングだったじゃない。で、この土地を守る上で、やっぱ人間いらねえなって結論になってしまったゴーレムが大暴れしたわけよ。その辺うまい調整すんのかな？それとも何？同じ過ちを起こさないように、あえて同じプログラミングにして、みんな仲良く暮らそうねっていう戒め的なね、そういうのにすんのかな？どのくらいプログラミングできんのかわかんないけど。え？あ、ロンドさんいけるな。うん。あ、町長の話、してたね。あ、そうそう、ドン引きな話、自分で、聞いたんだけど、ウィキを見てて、多分どっかで言ってたのを私は軽く聞き流してしまったと思うんだけど、本来、その三賢者の一人として、ルビスからお声がかかったのって、リリンだったんだね。いや、確かにそんなこと言ってたよね。でもそれは、リリンも行きたいって言ってるっていう話なのかなって思ってたら、違うのよね。本来賢者は、リリンだったんだよね。ただその戦闘能力というか、ここからラダトーム行くのしんどいからロロンドさんが来たのよね。あ、ロロンドさんも賢者として十分働いてくださったけど、本来ね、ピリンだったらしいねっていうのをクリア後のウィキで知って、うわ、これゲームプレイ中気づいてない自分ドン引きだわーって思ったっていう余談ね。うん、よし。うん。ドアハハ。いや、この笑い方好きだったな、ロロンド。うん。よし。あ、こんな感じかな。あと、あれか。エイトに首さらしてやるよ、つって、ここにいたんだよね。あ、いや、トゲ罠いいよな。トゲ罠のレシピ欲しかったよな、ラダトームでも。結局、ロロンドさんがロッシのお土産としてくれた分しかなかったもんね。こんな感じか。よし、次の街に行こう、ゴー。
さあ、ラダトームにやってまいりました。ここは個人的には割と建設、建物が整ってるなっていう。割と四角い建物が多いというか、そういう評価ですね。あ、こっち、懐かしいな。木の作業台だっけ、これも、ここオンリーだったかな。で、ここも壊されないように強化して建物離してね。え、こん、ね、なんだっけこれ。作業台忘れたけど、跳躍研究所。この子はヘイザンだな。いや、ヘイザン元気？鳥の目が苦手なんだよね。あ、あ、エルダン！エルダンがおる。で、ここが病室。ね、病室ね。病室もなんか効果が、あ、治療ができるだけか。ここもね、正直、ラダトームで作りたかったんだけど、この花飾りが作れないのと、桶もね、作れなかったのよ。だから、水場のところもううまく作れなくて。あとこれね、風船。風船作りたかったな。かわいいよな、これ。ほんとに、マジで。で、ここが、あれか、女子部屋か。で、下が、男子部屋ね。あ、ゲロワさん！髪の毛ピンクにしてないね。ここも若干、本当に作りが整ってて。あ、それはそれで気に入ってる。エントランス的な。で、ここが、ノリンと最後に過ごした部屋ね。わー、小ざっぱりしてるわ。ね、みんなが上に行くの？上の壁伝ってなんかしら、行動不能になるのを防いでこういう作りにしてたんだよね。この、オブジェ？クリア後に作ったオブジェもね。そこはね、若干、キモさというか、私らしさがあって、よかったんじゃないでしょうか。この花な、この花、なんだっけ、聖なる草だっけ。これもな、欲しかったな。あと農園ね。あ、何？ブロック落ちてる。メルキドにね、この農園の技術を、マジで持ってってあげたいんだよな。この、お花もいいよね。で、ここはさ、こう、食卓とかも結構、メルキドも結構、充実してたけど、よりね、整ってる感じがする。ここも本来、あの、大倉庫置いて、守ってたんだよね。あ、こう、ラフレジア！これもここにしかなかったね。ん？今は？ケイシーか？いや、ケイシー、や、パフや、どうしたのかな。パフパフやは、やんなくていいぞ。おじいちゃんの願いかもしれないけど。うん、結構整ってる。この上登るか。ここでね、戦ったんだよね。まあ、その頃とはちょっと変えてるけど。難しいなぁ。え？上ね。ここもね、本当は水を引きたかったんだよね。まさか、その、地面より高いところには水を引けないとは、つゆ知らず。いろいろ計画してたんだけどな。でも、ここのお花咲いてるのって背が高いから、すごい目立って、あれか、ゲートオブバビロン。から、ここ見たときに、すごい綺麗だったんだよね。いや、この花好きだな。名前相変わらず覚えられないけど。うん。整ってる。いいよ。綺麗だな。え？ゲンロワさん、いらっしゃるかな？ちょっと話したいな。ゲンロワさん。よし。え、近い近い近い。あ、近い。あ、懐かしい。うん。落ち込んでるんでね。腰大丈夫？本当はラダトームに来たかったんだよね。でも腰がちょっとね、悪くなっちゃって。ピンク。ピンクね。あ、みのりちゃん、みのりちゃん、見てないな。みのりちゃん？あれ？これは上か。あ、夜になっちゃう。みのりちゃん。みのりちゃん。みのり、え、でもみのりちゃんは、あ、ここは雑魚か。方言の雑魚か。ちょっと待って。え、みのりちゃんもそうだけど。あ、いたいた、ノリン、ノリン。離す。お許しが出たんだ。あ、釣りをね、教わりに行くって。え、行ったのかな？杯交わしたのかな？うん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 。ノリンのことだからなぁ。きっと夢叶えてるんだろうなぁ。え、マジでみのりちゃん。え、みのりちゃんは？みのりちゃんは警備だから、建物の中にはいないと。え、かわいい！座ってる！
座り心地はどう？ケージかわいいな。ここもね、みんな個性豊かで面白かったな。みのりちゃんがマジでいない。夜になっちまう。あ、みのりちゃん、もう衛兵枠で女の子だったんだよね。かわいいよな。私ピンク髪って好きだからな。あ、いた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 。逃げるな。あ、アングルがごめん。ドアにめり込んでる。エル。鬼道様、あなたのおかげでヘルコンドルは倒れ、空に光が戻りました。これで病の元凶は絶たれ、おぞましい尾翼が広がることももうないでしょう。しかし、ここからが本番です。今、病にかかっている人、そして未だに毒に侵されている大地。あー、聖水持ってきてあげればよかったか。ごめんね、気聞かなくて。これから私たちの手でリムルダールを浄化していかなくてはなりません。でも、おかしいですね、二段様。これからまだまだ大変なことが待っているのに。こうも心が弾むのはどうしてでしょう。空が晴れてるからだよね。何？キョロキョロして。ここ。いや、多分ワープしてくるよな、あいつ。じゃあ、こんな感じで。ちょっと、夜だけど。そうだよね、男子部屋だよ、雑魚は。あ、ノリン。じゃあノリンの横で寝て終わるか。おやすみ。ここも楽しかったな、ほんと。物語が一番好きだったかもしれない。いや、でも、マイラガライアも好きか。じゃあ、次の土地に行くね。結局、このおしゃれライトは何だったんだろう。これを設置するとみたいな感じだったよね。未だに分かってないんだよな。じゃあ、次の土地行くか。みんな。あ、ちょっと待って。もう一個もう一個。あ、ここには。あ、ここのも撤去したか。最後に追い見使っていこう。ここでしか得られなかった武器だからね。いいね。でもこれは土を破壊する能力はないんだよね。そこが大砲と違って使いやすかったな。じゃあ次の町行きまーす。あ、そっか、この格好が最終のセーブデータだったか。いや、この格好もいいよな。ここでしか得られないもんね、スーポンポンで。まあ暑いからな、ここ。ここはまあついこの間だから結構覚えてるよ。いや、このトロッコがさ、実は個人的にめっちゃ好きで、このトロッコの解説してる自分の動画、何気に見返しちゃったりする。いや、楽しいよ、なんか、よく作ったよ。いや、ほんとマジでよく作った。個人的に楽しいもん、これ。いいね。で、雪玉を越えて。いや、ここも、好きだ。この線路のレシピもラダトームに欲しかったなぁ。はい、ぐる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 。まあ、個人的にはここも建物とか整ってるなっていう。で、バーとか、やっぱ強いっていうか、部屋の効果が強かったよな、ここは。まあ、図書ルームとかね。で、多分ここ本気出せば、花の庭園とかも作れたんじゃないのかな。それがあったらバフ面でよかったよね。そこまでは考えてなかった。で、温泉でしょ。あとケーキセット。いや、ケーキセットさ、マジでラダトームでも作りたかったし、こうカルプンテの草ね、これもな、欲しかったんだよな。なんで土が落ちてる。あとタオル掛け、これね、これも個人的には好きだったな。あと、ライオン。いや、マイラガライアは、この細かい、何、インテリアとか、めっちゃあって楽しかったよな。このジェットコースターとかね。で、君は、コールトくんね、コールトくん。ちゃんと覚えてるよ。相変わらず勘違いしてんのかな？怖いよね。うん。こんな感じかな。ここは、火を吹く石像が、
1個しか獲得できなくて戦力にならなかったんだよね。まあ、その分あの弾き返しのバネのあれとか、あと開発部屋ね、姉子の部屋ね、ここもこだわって作ったよな。あ、このベッドがね、粗末なのしか作れなかったのが結構心苦しかったな。ここでね初めて出会ったんだよね、この竜の骨。最初めっちゃ敵だと思ってたけど、あ、いいよな、おしゃだよな。シェネリちゃん元気かな、体鍛えてるかな。このあ、そう、このライトもさ、おしゃれだよね。ラダトームでも作れたらよかったんだけど作れなかったんだよな。あとここは本とか本棚が作れたよね。作りたかったな。そのレシピがねラダトームにはなかったんですよ。姉子それもね持ってきてくれたら嬉しかったんですけど、あれ、あ、姉子相変わらずハマってんのかな、出れるかな。あ、閉じ込められてる、もしかして。出れるかな。やっぱここダメか。どうしたらいいんだ。ちょっとここ直すか。セーブしないけど。姉子出してあげたいよな。あ、よかった。こういうことね。え、じゃあ、階段こっちにしたらいけるか。余らずに済むか。姉子、大丈夫そう？あ、そうだ、ここ起きたらね、ギエラさん、この方は、ベイパーさんかな？あ、ギエラさんだ！え、ちょっと、一応、パフっていただいてよろしいですかね？はい。わー、それじゃあ目を閉じて。風呂に使ってるから、大丈夫、体は綺麗よ。いいなぁ。このために頑張ったみたいなところあるよな。じゃないけど。あ、そういえばこのゲーム中に、ラライさんのとこ行ったらどうなるんだろうって言って試さなかったよな。あ、せっかくだから試すかな？話しかけた後一旦行ってみるかな？何もなかったらそのままカットだけど。あと、あ、ガロンさんは？ガロンさん。いや、思い出深い人多いな。これもね、ここで初めて作ったんだよね。これは、ベイパーさんかな？あ、ガロンさんいた。アングルが悪いけど。うん。変わりないね。一番のダチだぜ。嬉しいな。私もそう思って、いや、ま、ノフィンもね、ま、大好きなんだけど。あとは？あとは、姉子。姉子、ここも好きだよね。あ、いた、姉子。ラダトームには来てくれてありがとうね。本当に心強かったし、ウニ丼のために怒ってくれてるの？あ、めっちゃ嬉しかったよ。ありがとうね。うん。必ずやれるさ。信じてくる。うん、ありがとう。いや、おじゃの件ね。ウニ丼がいなくなった後、調べに行ってくれたんだよね。うん。よーし。このまま何もなかったら、カットですけど。ちょっこし、ラライさんとこ行きたいよな。帯整えてっか。何やるか、わからんからな。うんうんうん。メルキログリーブって良いか。マシンは？あるね、マシン。わあ、楽しかったな、ここも。うん。じゃ、一泊して。あれ、ここはあれか？荒くれの個室ね。いや、この肖像画もさ、ラダトームに欲しかったんですけど、もらえなかったよね。どこにいる？敵。敵、あー、そこか。死神騎士とかって、ここで初めて出てきたんだっけ？忘れたけど。一旦寝る。あ、ここはそういえばウニ丼の個室作らなかったな。いや、みんなでこうやって雑魚寝するのも、まあ、楽しいかなと思って。いや、一旦寝て、
ラライさんのとこ行ってみるか。何もなかったらここで終わるよ、マイラガライアは。あったあった。よし、到着。いるかなぁ。いる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 。終わったよ。あれ、言ってること変わんないか。やらないさん。最終的にね、救ったんだよ。激突マシン？マジで役に立ったよ。ラライさんも、開発する力さえあれば、救えたんだよ、この世界を。うん。はい。君が一体どんな選択肢を選ぶのか楽しみにしてるよ。か、ラライさんいるんだな。マイラガライアやってる時にここ来なかったもんな。焼きとけばよかったか。ごめんね、報告遅くなっちゃった。でもあれよね。宴に来てくれてたんだよね。あ、声かけてよ。ただ楽しそうな猫を見てるだけじゃなくってさ、参加してよ。うん。いやー、よかったね。いいですね。かねえな、ほう。おいた。いっちゃえな、ほう。よし。じゃあ、ラライさん、次の土地に行きますね。いいね。じゃあ、バイバイ、マイラガライア。さあ、ラダトームにやってきました。ちゃんとご褒美タイムで建築したので、ま、軽くね、ご紹介したいと思います。え、ここよ。まずここね。なかなかキモいよね。中央にこれがあるのよ。で、ここがメルキドをイメージして作ったんだよね。ほら、大木槌に庭の作り方を教わったでしょ？あとこの木の、本当はね、木でバーってやりたかったんだけど、まあそれもね、早めで4本だけ。ここだけ成長止まってるけど。まあこの木がね、メルキドの、まあ、シンボル的な感じかなって。で、これね、木抜いたら落ちるから。で、ここが、リムルダールの病室をイメージして、ベッドと花飾りが作れないからね。で、ここ、お薬を展示してます。で、こっちがマイラガライアイメージして、クソデカサボテンと。まあ、あと、あれか本当は超激突マシンを展示したかったんだけど、そうするとすごく狭くなっちゃうから、まあ、唐辛子と白い花と、あとパルプンテの草な、置きたかったけどないんだよな。で、ここが、ラダトーム。イメージして。本当は玉座とか置きたかったんだけど、あれ3マスだから、ここを置くとね、すごい端っこになっちゃうのよ。それって、さすがにちょっとキモすぎるかと思って、椅子を並べて、円卓ではないけど、円卓会議的なイメージで。で、ここ、あれ、どうだったかな？よし。シュッ。こっから、自室に行けるという、感じですね。ちょっと、夜も更けて参ったので、一旦寝るか。この、個人の部屋もあんまり買えなかったな。ここはね、まあ、表向きの資質みたいな。イメージかな。ちゃんと別の個人の部屋は作ったんですね。で、あと、まあ、この辺の建物はあんまり変えてないかな。ここね、ここも新たに作った施設です。博物館みたいなイメージで。で、この武器の展示台っていうのがあんまり数がなくて、これしかなかったんだけど、本当はね、ハンマー大金槌とかね、置きたかったんだけど、これしかなかったんでね。まあ、これはね、初期装備だから思い出深いよね。で、盾も、こう、展示するのにすごい見た目的にいいなって。で、お洋服。これユニフォームだね。ユニフォームと、これは鋼の鎧かな？鉄の鎧はちょっと置かなかったんだけど。で、これが布の服か。で、この、途中でゲットした、まあ、忌々しい防具装備と、正規の聖なる装備と。で、ここは虹の雫置いて、で、祭壇置いてね。
ここは、これもね、水場から、今ならパクってこれるだろうと思ってパクリに行ったら、見事パクれたわけですね。本当はね、この辺とか置きたかったんだけど、そしたら見えなくなっちゃうから、まあ、ここにちょうどハマってる感じね。いや、これかっこいいよな。結構最初の方から欲しかったんだけど、破壊できなくて、今になってしまったわけですね。もっと早い段階でもらえたような気もしなくもないかな。で、もう一つが、ここ、ここね、背高い建物なんだけど、私マンション的なね、建物を作ってる方の他の動画で見たんですよ。私もマンション作りたいと思って、マンションを作りました。ここご飯部屋で、エントランス、ほら、これは1階にあったんだけど、いや、入っていきなりエントランスに、ご飯部屋はちょっとなぁと思って、2階にして、で、3階が、こう、畳をね、引きたかったの。畳部屋って1階も作っ、畳？うん。わらゆかって使ったことないから、使いたかったのよ、これ。で、ここが食卓ですね。みんなでご飯を食べれるということですね。そう、窓もね、3階から窓は設置してんだよね。いいね。窓越しに見るのも楽しいなって、個人的には思ってる。で、ここが、私の本来の部屋というか、新たに作った個人の部屋だね。あっちより狭いんだけど、念願の姫ベッド、作ったのよ。チラチラ見えてるものがありますけど、ここはね、ちゃんと寝れるようにして、で、実は、ここから、博物館に行けるんだよね。博物館から、こう行けるとショートカットですね。まあ、ちょっと見えてるけど、見えるかな？うまいアングルが。これ、なんだっけ、竜の牙だっけ？竜の牙私大好きでさ、めっちゃかっこいいじゃん。でいずれは、まあ、これは途中で思いついたんだけど、この拠点にね、いい感じにオブジェとして飾りたかったの。で、あ、屋根にこれやったらキモいんじゃないの？と思って、こうやってみたわけですよ。どうです？なかなかにキモいでしょ？これ一押しですね、この屋根。あと、こう、かがり火ね。かがり火もこうやって展示して、なかなかキモい感じで、できたんじゃないのかな？以上かな？あ、こっちの方が好きかな？遠くのアングルから前見れたんだけどな。窓越しにね、見えるわけよ。これもね、楽しくて好きで、窓ね、設置してよかったなって。まあ、素材がちょっと微妙だったから、ここにしか、各部屋、4枚しか置かなかったけど、こんな感じよ。いやー、キモいね。キモいって言ってるけど、私の中では褒め言葉なんだよね。あ、そうそうそう。こことかさ、木の壁で作ってたでしょ？リムルダールは。だから木の壁で作ったり、あそこもね、緑豊かにしたり、っていう感じかな？やはり各エリアね、私も思い出深いから、まあ、ダイジェスト気味ではあるけど、こうやって、各部屋を思い出せるスペース作りたかったんだよね。本当は、あるかな？本当は、この地図に従った配置で置きたかったんだけど、ちょっとそれは無理だなと思って、まあ、順番と高さだけを意識して作った感じね。いや、なかなかいいよな。小部屋だけど、各エリアを象徴したものを、まあ、このエリアで獲得できる最低限のものだけど、設置できたんじゃないのかな？サボテンとかさ、ちゃんと砂漠から採取してきたわよ。っていう感じかな？うん。で、細かい感想とかも、ちゃんと別の、うん、ここに書く予定だから、まあ、以上ですかね。最後玉座行こうか。ここね、落ちるんだよ。階段うまく降りないと。っていうのがうざくて、柱とかも余ってたから、落ちないようにした感じですね。
よし、まあ、敵がおるけど。いいね。似合うよ。あ、キモーい。あの屋根キモーい。最高。このクソデカサボテンもね、最高だね。で、落下ダメージ半減のやつしかないから、落下ダメージを受けながらね、整えましたよ。いいな。ということで、ここで本当に私のドラクエビルダーズは終わりになります。あの博物館もな、個人的には良かったよな。あれはね、最初から作りたいなって思ってて、良かったよな。ウニドン、この後君がね、消えてしまうのかもしれないけど、まあ私の妄想通り、ピリンの元に帰って、ピリンと共に旅に出て、この先でひっそりと消えてたらいいなって思ってる。やっぱり嫁はピリンなんだよな。まあここはね、これから、緑の思い出を届けるセーブデータで作ったところだから、空はね、晴れてないんだけど、こんな感じで終わりたいと思います。本当に長いゲームになりましたが、長い実況になりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。コメントとかでも本当に優しいコメントが多くて、個人的には本当に、本当にクソ味噌な戦いしかできないし、下手クソだし、ごめんなさいねって思いながら、まあ楽しんでいたわけですが、本当にね、優しいコメントが多くて、大変励まされていました。本当にありがとうございました。心が折れそうだったマイラもね、なんとかコメントのお力で乗り越えられたみたいなところマジであるんでありがとうございました。ということで、まあ、夜になっちゃったけど、キモいけど、キモい建築ができて楽しかった。で、ドラクエビルダーズ2もね、まあ、当然ね、いずれやる予定ではあるので、そちらでも皆様とまた会えたらいいななんて思っております。では、お疲れ様でした。本当にここまで見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。